大丈夫か？宇野さんは？ああ、どうにか一命は取り留めた。よかった。まさか名古屋組ってのが一般人で構成された組だったとはな。俺たちはずっと監視されていたのか。道理で正体がわからないわけだ。だがあとはボスを突き止めりゃ俺たちの勝ちだ。おい、どこ行く？この町を出て行く。出て行くってどこへ？どこか知らない町だよ。今度こそ誰も俺のことを知らない町に行くよ。何言ってんだよ。確信まではあと一歩なんだぞ。次は誰を疑えばいい？優しかった大家さんか、それともあんたか。もうたくさんだ。やっと見つけた自分の居場所だと思ったのに。ああ、借金ですか？それならどうぞ指を潰しちゃってくださいよ。またバットを握れる日が来るかもなんて淡い期待を持ってたけど、俺は最初から野球選手なんかじゃなかったんだ。ただ利用されただけのバカな駒なんだよ。利用されようが、たった一度だけの打席だろうが、お前はプロ野球選手だった。あのホームランに感動して希望を持てた客だっているんだ、バカ野郎が。あの時の観客。1年前、お前が金を借りに来た時、借用書の名前見て驚いたぜ。まさかこんなとこで再会するなんてよ。ずっと俺の正体知ってたってことですか？ああ、そうだ。こんなに落ちぶりやがって。まあ容赦なく取り立てができる分気持ちは楽だったけどな。じゃあ、あのホームランボールをマスクの男に渡したのって俺だ。あの男がお前探して俺んとこに来たんだ。なんだか知らねえが、お前に高い金で頼みたいことがあるって聞いてな。お前にその依頼を引き受けさせるために一役買ったってわけだ。だがまさかこんな結末が待ってるとはな。夢にも思わなかったぜ。ああ、嫌だ嫌だ。じゃあ何を？結局みんな俺のこと知ってたってことですか？ちゃんと返せよ。借金とあのボール、結構大切にしてたんだ。真鍋さん。はい、久保田はしくじりました。代わって私が確実に始末します。終わりましたら報告します。真鍋さん、あんたもなのか？お前が敵だったらどうして俺たちに尻尾をつかませるような情報を与えたんだ？尻尾？俺は八百長は確かにあったと言っただけだ。それ以上探るなときつく忠告したはずだぞ。そんなんで俺が止まるとは思ってなかったでしょうに。まあ、ほりゃほうだが。だが俺らは腐っても野球選手。勝負の席合に引き分けはあれせん。ちゃんと勝負の幕を引くしかにゃようだ。なるほど。さすが俺が憧れたバッターは言うことが違いますね。
そろそろゲームセットにしようまいか、品田。悪いが死んでもらう。